江戸川乱歩白面の殺人鬼彫刻に現れた残虐性札幌市北一条十一の二谷口眼科病院長谷口捨て次郎博士は戦災梅代との間に長男藤郎次男翔次郎 三男新三郎長女文子次女和子の5人の子を挙げたしかし博士は熱心なクリスチャンではあるが学者肌の人で家庭のことなどには無関心な人であったそれに母親が至って病心でその上精神的にも欠陥があったので男の子供たちは皆わがままいっぱいに育てられてきた 長男の藤郎はこれがこの事件の主人公であるのだが少年時代から芸術家で身を立てようという希望を抱いていたそれで昭和2年の2月札幌二中の在学中そのことを父博士に相談すると博士も自分の好きな道に精進するがよいと許してくれたので藤郎はそこで中学を4年で退学し上京して 朝倉文氏の朝倉塾に入ることになった藤郎が習得しようとしたのは彫刻であった上京した藤郎は父の親友である深見海軍中将の紹介で東京深松沢村1024番地海軍大学会計科書記田中幸という人の家に下宿することになったそしてそこから朝倉塾に通うことになったのだが 彼はまた城西学院にも学籍を置いていた学費としては月々50円ないし60円の金を父親から送ってもらっていたが2か所の学校に通っていた彼にはそれだけの金では不足がちであったというのは生真面目に学業に勤しんでいればたとえ学校は2か所でも結構それで足りるのだったが彼はすでに年こそまだ19歳だったが 女の味も酒のうまさも知っていたからであるしかし表面巾着を装って外泊することなど絶対になかったので田中家でも彼がそうした悪い意味での一人前の男になっていることなど知らなかったこの田中家へ折々遊びに来る2人の老婆があった一人は田中の主婦徹子の茶飲み友達でおふくさんというおばあさん 一人はこれもやはり茶飲み友達で松沢村上北沢910番地に住む水谷おはるという66になるおばあさんであったどちらも暇もあれば小金もあるといったのんきな暮らしをしている人たちだった藤郎はこのおばあさんたちが茶飲み話をしているのを隣の部屋に机と本箱を並べて勉強しながらふすま越しによく聞くのだった ある日ちょっとしたきっかけからこのおはるばあさんが口を切ったことが起源となってそれからは時々このおばあさんたちの仲間に入ってお菓子や寿司のお商売に預かることがあったこの方は北海道の金満家の坊ちゃんで今に何十万という財産を相続される方ですよそんなふうに彼は徹子からおばあさんたちに紹介されたのだったその時彼は、 おはるばあさんからもまたおふくばあさんからもぜひ一度遊びに来いという招待を受けたばあさんたちが帰ったあとで徹子はこんなふうにおはるさんのことを藤ろうに話すのだったあのおはるさんは気楽な身分の人ですよ息子さんが下屋の竹町でメリアス屋をやっていて月々の暮らし向きの費用はその息子さんから送ってもらっているんですからねえ 本当に楽陰居ですよ。それにご自分でも銀行預金や郵便貯金など相当あるって話ですからね現金だっていつもたくさん持っているらしいんですよその後彼は二度ほどおはるばあさんの家に遊びに行ったそしてそのたび歓待されて帰ってきたその年の5月の初め 藤二は朝倉塾の教師の家へ移ることになって田中家を引き払い谷中の方に越していったある日藤二の彫刻した人物を見ていた朝倉文雄氏は「その彫刻に現れている」だが素人にはわからない残虐性に気づいてじっと首を傾けながら見つめていた藤郎が、 東京美術学校の所蔵科に入学したのはその後のことである大校から枠へ昭和2年の7月末藤郎は早中休暇で一度札幌の実家に帰ったが翌月上京する時には弟の庄次郎と新三郎を伴ってきた。 そして彼ら兄弟3人は市街世田谷町共同三三二番地に家賃20円の小さな借家を借りて自炊生活を始めることになったその家というのは周りを竹藪に取り巻かれたいとも寂しく陰気なところだった藤郎はそこから相変わらず美術学校に通い弟の庄次郎は 日本大学第二中の4年に編入試験を受けて入学することになり末貞の新三郎は南米移民の立候補会に入ることになった炊事は3人交代でやっていたが新三郎が末貞であるところから一番余計に働かなければならなかったその時の3人の年は藤二郎が19歳翔次郎が17歳 新三郎が16歳であった。藤浪は非情な息を持ってこんか限り勉強していた自分の芸術の完成のためにはどんな苦痛も忍びどんな犠牲でも払うというふうだったある日いつものように学校に行くと学生官は藤浪を呼んで彼の目の前に一枚の紙を突き出した覚えがあるでしょう その紙を見ただけですべての事情は彼によく分かった無益の問答をする必要は何もなかったただ恐れ入りましたと言って引き下がるのほかはなかった学生館の差し出した紙というのは彼が偽造した札幌第二中学校の卒業証明書だったのであるその日その場から彼は対抗を命ぜられた 学校を退学させられた彼はお先真っ暗となった世の中全てのものが暗旦となった骨を抜かれた人間のようにぐんやりしてしまったそれから彼の捨て鉢な生活が始まった強い酒と女の肉のかから片時も離れられなくなった現在の苦悩から逃避して つかの,間の快楽を追い求めるようになったしかし国元へはやはり学校に通っているように装っていたこの藤郎のただれた生活の中で彼が一番心を惹かれて足しげく通ったのは新宿の国家ダンスホールであるそこにダンサーで白鞘屋のおふみというあだものがあった。 藤浪はこの女に心惹かれて通い詰めたのであったがこの白鞘のおふみというのはカフェからカフェを渡り歩いた食い詰めのでとはいえこの女巣ものある女学校を卒業していたのだが恋愛技巧にかけてはこれは当然のことかもしれないのだが誠に後者のものであったで藤浪は金さえあればこの国家ダンスホールに姿を現すのだったが またこの白鞘のおふみも色白で細表でどこか憂鬱なところのあるいわば近代的な美男の藤二郎を憎からず思っていたのであるで藤二郎もここへ来ておふみを抱くことによってコールタールのように沈殿している心の苦悩を発散さすことができるのだった2人は次第に接近していってこんな会話を取り交わすようになった あなたのお宅へ遊びに行ってもいいいいがでも弟が2人もいるんだからねじゃあどっか2人で会えるうちを見つけたらどうそうねああそうだいいうちがあるどこ松沢村にね。

それはほとんど藤郎を訪ねてくるのだったが時には新三郎を訪ねてくる女もあった藤郎は自分を訪ねてくる女があってもそこでは長兄として2人を監督している立場にあったので決してみだらな真似はしなかったそこで勢い合いびきの場所が必要になってきた彼はいつかのおはるばあさんの言葉を思い出して ある日お春ばあさんの家へ訪ねていったそして明け助に話して藤郎はお春ばあさんの家を借りることの承諾を得たこうして合いびきの場所をつくっておいてさて彼はおふみをこの家に連れ込んだそしてそこで彼はおふみとただれるようにエロの限りを尽くすのだったところが お春ばあさんが驚いたことにはその時をはじめにしてその後もたびたび女を連れてお春ばあさんの家へやってくるのだったがいつもいつも来るたびに藤郎と一緒に来る女は違っていたのであるそしてなおお春ばあさんが不思議に感じたことはその女たちは来る時は誰も皆藤郎を好きで慕っている様子なのだが いざ秘密の遊びが済んで帰る段となると藤浪郎を心から嫌悪していることがその女たちの態度にも感触にも読まれるのであった昭和3年の春のある日であった藤浪郎は身なりの立派な霊場風の若い女を連れて相変わらずお春ばあさんの家にやってきたその時お春ばあさんは 腰の痛みで茶の間に寝転んでいたがそれでも茶などを出して2人を迎えたひと言ふた言挨拶するとおはるばあさんは腰が痛かったものだからまた茶の間に戻って休んでいたするとしばらくたって突然火のつくようにその藤浪の連れてきた若い女が悲鳴を上げるのだった「痛い痛い!痛い」 痛いったら何をするんですすると藤浪郎が言うのだったすまないすまない僕が悪かったです許してくださいどうして僕という人間は興奮するとこんなことをするのでしょうこんなにこんなに王から血が出て女は泣いているのであった とれない傷になるじゃありませんかあたしはどうでもいいけれどお父さんが知ったら大変なことになるわ表沙汰にされるようなことはないでしょうかしょうぜんとして藤二朗は言うのだったなんとも分かりませんわ短期で律儀なお父さんですから困ったなあ 隣で聞いていたおはるばあさんも2人の争いが何であるか知ると2人のいる部屋に入っていって若い女をなめたそしてあり合わせのばんそうこうを貼ってやったまもなく女は1人で焦然として帰っていった「グちさんあんたもう少し注意しないととんでもないことになりますよ」。 警察沙汰にでもされてごらんなさいお互いに困りますからね前にも女の人が顔に怪我をして帰っていったと近所の人がうわさしていましたよ少し気をつけてくれなくちゃ困りますねいや一言もありませんまったく飛んだところを見られて恐縮です ししかしその時はそれで済んだがあとで藤浪は思うザックばらんな人のようで嫌に理屈っぽいばあさんだもしもこのばあさんを怒らせでもしたらどんな仕返しをされるかしれないぞそして自分のために傷をつけられた女に対する恐怖よりもお春ばあさんに秘密を握られたことが より一層恐ろしかった秘密を知るおはるばあさん札幌の実家からは毎月三人の学費と生活費百五十円の金を送ってきたつましく暮らしてゆけばそれで十分だったが主食に端溺してただれた生活をしていた三人には 到底足りそうななははずはなかった50万円の巨財を持つ博士として子供たちの要求通りの金を贈ることは何でもないことではあったが無駄な金を贈ることは誘惑の多い青年時代を誤るもとだと確信している博士は決して余計な金は贈らなかったもし臨時に必要な場合は深見中将や殿原法学師。この人は 藤郎の父博士ののの親友の子息であるの証明を取ってきた監督者のない3人のすさんだただれた生活は続いた翔次郎も修羅のため学校を退学されて一時は浅草田原町の同級生で玉ボーイをやっていたこともあったが後にはまた共同の家に帰ってきて相変わらず放らな生活を続けていた。 3年の4月になってこの共同の家の六畳の間を法政大学の井上弥平という男に貸すことになった3人はその6円の部屋代でも欲しいほど金に詰まっていたのであるところがこの井上は移ってから3日目の晩に金のことから兄弟三3人入り乱れて大格闘を始めたのでこれは偉い家に引っ越してきたものだと思った 五月の末、また、藤郎と庄次郎の間に大喧嘩が始まった。一体40円の金をどうしたんだ藤郎が庄次郎に言うのである。目の治療代に使ったんだ。何目の治療代どこが悪いのだまぶたの手術さ。それなら、 この間40円持っていったじゃないかあれは内金だ全額80円だからね何の必要があってどうもないまぶたを手術したりするんだそれに応えて庄次郎が言うには他の2人のきょうだいは皆二重まぶただが自分だけは一重まぶたでおまけに2人は美男だが自分は顔もまずく女にもてないから せめてまぶただけでも改造すればいくらかよくなるだろうからというのだったその返答に藤郎は火のように怒ったそれからまた取っ組み合いが始まったそこへ新三郎が藤郎に加勢しだしたので喧嘩は一層大きくなった同居の井上はしかたなく兄弟ゲンの仲裁に入らなければならなかった 6月になって爽やかな初夏の風が快く都会のアスファルトの上をなめて過ぎる頃となった生来の宝刀寺であるこれら3人の兄弟はその頃になるともう一刻も家にはいられぬような焦燥を感じて体中がうずき出すのだった魅惑的なダンスホールのジャズカフェの赤い火同級生の象牙の玉の触れ合う音 で、いろいろ口実を設けては実家へ金の無心を言ってやるのだったが幻覚一途の博士は必要以上の金はどんなことがあっても送らなかった優心しきりに起こる青葉時の若者たちは悩まなければならなかったがここに藤郎の心を一層怯えさすようなことができてきた一体青葉時になると いろいろの性的犯罪が気候の関係でよく起こるものであるがそしてそれらの性的犯罪は毎日新聞紙に掲載されて千万の読者の前にさらされるのであるがその一つの新聞紙のうちある大学生が両家の霊場に変態的性行為をあえてした揚げ句その霊場の顔に重傷を負わせたところからついにその筋に検挙されたという記事が載ったのである。 この記事を見た藤浪はがく然として驚いた身に覚えがあるからである松沢村のおはるばあさんの家で彼と共に地帯の限りを尽くした女がどれほどたくさんあったのかそしてそのどの女もどの女もが皆この新聞記事に出ているような目に遭っているのであるそしてその秘密を知っているのは あああのおはるるばあさんであるしかもこのおはるばあさんかなりのおしゃべりであるこう考えるといつ自分の秘密が世間に知られるかもしれないそしてもしもその秘密がばれた時は身の破滅は知れたことである藤郎はもういても立ってもいられないほどの恐怖と焦燥を感じた そうだやっつけてしまおうそうすれば一挙両得だ田中徹子の話ではあのばあさんはだいぶ金を持っているらしいからそれから彼はしんねりむっつり考え込んでそれからの取るべき手段方法を研究するのだった 彼は心の中に思う。「ピストルはダメだ。いかに一軒家でも音で近所の人が気づくから。毒殺すれば説明までにかなりの時間がかかってそのうちに誰が来ないものでもない。では外へおびき出して絞殺でもした上。 鉄道線路に横たえて歴史と見せかける方法はいや法医学の進歩した今日自殺か他殺かぐらいは直ちに鑑別されるであろうではそこでいろいろ考えた挙句、やはり一番安全で発見の恐れの少ないのはお春ばあさんの家で結婚することであると考えた そして万全を期するためどうしても一人の相棒が必要であったそこであれかこれかと人選の結果普段は仲の悪い翔二郎に白羽の矢を立てた翔二郎にしてみれば自分とは反対に腕力も強いしそして金儲けだといえば二つ返事で承知するのは知れている肉親の弟を共犯とするのはどうかとも考えたが 他に適任者がないのでそう決めた6月11日の午後1時頃新三郎と井上は学校に行って家には藤二朗と庄次郎が残っていた藤二朗は庄次郎を呼んでそこで彼の信ずる絶対安全の金儲けの話を指摘化したはじめ庄次郎は「うん」とは言わなかったが 仕事は全て自分がやるからお前はもしやり損なった場合「まんまんそんなことはないがもしそんなことにでもなったら手伝ってくれればいい」という兄の言葉にとうとうのせられてこの恐るべき仕事の片棒を担ぐこととなったそしてそれから2人はなおも細かいことを相談してより以上用心をするため新三郎も連れていった 見張りの役をさせることになった。しかし仕事の何であるかは新三郎には知らさぬことにしたそれでやる日は最後の話が決まると庄次郎は藤二郎に聞いた「明日だそれも夜中はいけない帰って人が用心するからね僕は」 明日の昼過ぎと決めておいたのだでもその自分にいるかどうかわからないじゃないかいや実は明日の昼過ぎ行くという約束をしておいたのだ人を連れて行って紹介すると言ってねダメだなあ兄さんはそんなことを言っといたらもし僕らより先にばあさんを訪ねて行った人があった時には 兄さんが来ることをばあさんはしゃべるかもしれないじゃないかいやそんなことは絶対にないそれは僕が保証する藤浪はおはるばあさんに「明日女を連れて行くから」といつものんで話しておいてあっただからたとえ来客があっても藤浪の来ることを他人に話すようなことは今までの経験から見て絶対にないと信じていた しかしこのことは庄士郎に話せる筋のものではないので打ち明けて語ることはできなかった明くる12日昼飯を終わると藤郎は庄次郎を促して家を出た新三郎も連れて行くはずであったが学校からまだ帰っていなかったので 2人だけで出かけることにした。松沢村のおはるばあさんの家に着いたのは午後3時ろだった。おばあさん。昨日は失敬しました。藤郎は玄関から声をかけた。お前ちしていましたよ。よおやお連れの方は？奥から出てきて藤郎を迎えた。小春ばあさんは？ そこに藤二朗と一緒に女がいるものと思ったあてが外れて見知らぬ方が突っ立っていたのでいぶかしそうに尋ねた今日は少し都合が悪くてねそれはお気の毒さまでこちらはばあさんは庄次郎を指さしながら訪ねたこれは僕の弟ですよ ちょっとこの方面に用事があったものですから一緒に来たのですそれからばあさんは二人を座敷に通して翔士郎には初対面の挨拶などしたおばあさん僕便所を借りますから失敬しますよ雑談のさなか藤郎はそう言って座を立って便所の方へ行ったその部屋と 次の四畳半の的の間の襖はそのまま開け放しておいた便所はちょうどばあさんが座っている後ろの方に当たっていた藤郎が便所に立った後では庄士郎が何かと世間話をして老婆の注意を便所に行った藤郎の他に置くように試みた間もなく藤郎は老婆の後ろに足音を盗みながら現れた し隔してのふすまは開いていたので足音を殺して自分の後ろに忍び寄った藤郎に老婆は気が付かなかった藤郎の手には手ごろの元能が握られていたその元能は昨日庄次郎と下相談した時藤郎が机の下から隠しておいた21番の電気コードと一緒に取り出して庄次郎に見せたものだった 一分刻みにもう一歩という際まで老婆の背後に忍び寄った藤郎はそこで手にしていた玄能を振り上げたえ<っ>伝春の一戦打ち下ろした玄能にお春ばあさんの後頭部は狙い誤たずみじんに砕けたおおお さんはうめきながらあおむけにのけぞったそして手足をバタバタさして起き上がろうともがいたがそれもつかの間口をもぐもぐ何か叫ぼうとしたがそれも無駄だったみるみる目は引きつり口はゆがんでものすごい形相と変わっていく砕けた後頭部からは乱れた髪を伝って 真っ赤な血潮がどくどくいつまでも流れてくるのだったこれだけじゃまだ生き返るかもしれないぞというは翔次郎だったその用意にこれを持ってきたんだ藤郎はクルメガスリの一への懐から五尺ばかりの二十一番電気コードを取り出して老婆の首に三巻巻きつけたそして 力任せに両端を握って締め上げた老婆はついに絶命した老婆が絶命したのを見過ますと藤郎は庄次郎に言うのだった庄次郎早く押し入れから布団と枕を出してばあさんが寝てるようにしておくんだ血の流れたところへ敷布団を敷いて外から覗いても 本当に寝てるようににてるるよせかけるのだ。藤郎は庄次郎に指図をすると自分は金のありかを探し回ったまず彼は両手をハンカチで包んで指紋の残らぬように用心しそれからタンスや長持ちの引き出しや氷の中までおよそ金をしまってありそうなところをくまなく探してみたが。 たった2円80銭入った巾着を茶団子の引き出しからようやく発見しただけで期待していた大金などはどこにも見当たらなかった翔二郎は藤二郎の真似をして指にハンカチを巻き天井裏や額縁の後ろ台所の小壺の中など入念に調べてみたがその巾着のほかにはビタ一文見つからない「畜生この馬場見かけ倒したね」 翔士郎はいまいましそうに舌打ちした不用心だからせがれのところにでも預けてあるのかもしれない藤郎はたとえまとまった金を盗むことはできなくても自分の殺害の目的は半分達せられたわけだから庄次郎ほど悔しがりはしなかったたったこれっぽっちの金で人殺しをするなんてこんなバカげたことがあるものか 庄次郎は諦めかねて藤郎に不平を漏らしたすまない翔ちゃん僕の見込み違いだった我慢してくれ兄にこうした態度を取られると急に弱くなる庄次郎だったじゃあもうこの方はしょうがないやそれよりも発見されないようにするのが一番大事だ何にしても長いは無用だ 早く引き上げることにしよう。何も証拠となるようなものはなかったね。言能はこれは途中でどっかへ捨てることにする。これには指紋がついているから忘れていったら大変だ。戸締まりはどうしよう皆閉めておこう。外出しているように見せかけておけば、 死体の発見が遅れるからねそうすれば謙虚の可能性も薄弱になるというものだ戸締まりは僕がするからお前は表へ行って見張りをしていてくれ藤郎は部屋の中を丹念に調べた後長火鉢の猫板の上に置いてあった銀メダルのついた銀は懐中時計を盗み取ると素早く懐中に押し込んだ それからすべての戸締まりをしてしまったもちろん手にハンカチを巻いて指紋の残らぬ用心をしたのは言うまでもないこの藤郎の計画はうまく当たって死体が発見されたのは強行後実に十三日も経過した後であったのである新聞紙はこの犯行を流しの仕業だと報じたで藤郎は いいいという自信を、いよいよ強くしたことである穴を掘るこの凶行があっておおよそ一か月を経た七月の十日突然札幌の父のところから次のような電報が藤二朗のもとに届いた「母病危篤」。 3人ともすぐ帰れ同時に電報交わせで旅費も送ってきたそこで3人は昨年の8月上京して以来ちょうど1年ぶりで札幌の実家に帰ることになった葬式が済むとすぐ上京するはずであったが友達と久しぶりに会った3人の兄弟は母の死という悲しみを忘れたもののように毎日遊び回った 新三郎はひそかに母の衣類などを持ち出して遊興費を作ったりした9月の中頃になって3人はまたそろって上京した共同の家に帰ってくるとその時は同居していた井上は3人が帰国中に京里の神奈川に帰って家はがら空きとなっていたのだが再び元のようなだらしない生活が始まってあさましい。 骨肉分けた兄弟喧嘩が絶え間なく繰り返されるようになったしかしいつの場合も庄次郎は次の切り札によって藤郎に勝つことができるのだった「例の一件をばラすぞ!」この恐ろしい言葉にはさすがの藤郎もうの根も出なかったそこでつくづく藤郎の思うのは あいつを生かしておいちゃいつも脅かされ同しで安心していられないそれにあいつは多弁で捨て鉢な生活をしているやつだ全く危険というのほかはない藤郎は庄次郎殺害の決心をして機械の来るのを狙っていたそうした考えを持った兄のそぶりには どこか普通と違った怪しいところがあったと見えて庄次郎はそれ以来兄を大いに警戒するようになった恐ろしいのは夜である自分の寝込んでいるところを忍んできてぐさっとひとつきやられたらそれでもう自分は織田物となるのだと思うとなかなか夜もオちオち眠られないそこで庄次郎は 毎晩遅くまでカフェや同級場などで時間を潰して藤浪がぐっすり寝込んでいる自分そっと帰ってきて藤浪が寝ているのを確かめるとやっと安心して床に着くのだったそのうちついに11月となった武蔵野の郊外には灰色にしおれたススキの花が冷たい風に寂しく揺らいでいた共同の家には、 ブルテリア種のクロというメス犬を飼ってあったある朝庄次郎が起きてみると新三郎が庭の隅に飼ってある白ウサギを1匹ジャックナイフで殺してその血をクロに飲ましていたおお面白いことをやっているねよし僕もクロにごちそうしてやろう庄次郎はそう言うと 鳥小屋から一羽の面取りをつかんできてそこにあった古桁の上へ鳥の首をのせると今新三郎が殺したナイフで一口にたたききるのだったこの方が重要になる鳥の首からほとばしる血潮をどんぶりに受けてそれを黒に飲ますのだったそこへ藤浪が散歩から帰ってきたおい お前たち何をしているのだ犬が神経衰弱にかかっているようだからごちそうをやっているんだ庄次郎が言ったバカ犬にはそんなことをしなくてもほかにいくらも食べ物はあるじゃないかそれにそんな残酷なことをして何残酷だって残酷が聞いて飽きるな 庄次郎は嘲笑した。庄次郎にそう言われると藤郎はもう一言もないのだった藤郎は黙って座敷の方へ引き返していった翌日昭和3年11月9日新三郎が学校から帰ってくると藤郎は玄関脇の竹やぶの入り口に大きな穴を掘っていた。 兄さん、そんな大きな花を掘ってどうするの新三郎は不思議に思って藤二郎に尋ねたゴミ捨て場をこしらえるんだ小さい穴ではすぐ埋まっちゃうから今度は大きいのを掘っておくのだ新三郎お前も手伝ってくれこの辺は竹の根が張っていて掘りにくくてしかたがない。 新三郎も手伝ってその大きな穴を掘り下げていったしかし四尺も掘るともう暮れやすい秋の日は急に傾いて辺りは薄暗くなってきた今日はもうこれくらいでいいだろうあとは明日だ六尺も掘ればいいだろう明日は小児さんにも手伝わしたらいいねいや あいつは寝てばかりいるからダメだそれにこれだけ掘っておけば明日は僕一人でたくさんだその翌日新三郎がまた学校から帰ってくるとそこにはもう長さ1軒幅4尺深さ6尺の大穴が掘られてあったそしてその底には少し落ち葉やゴミが投げ込んであった 兄さん、このの？土はどうするのこんなに穴の縁に積んであったら邪魔じゃないのいいんだよそれは僕が明日始末をするから藤二朗は新三郎には絶対の権威を示すのだった新三郎もまた藤二朗の言うことは何でも逆らわず矛盾するのが常だった庄次郎はその夜の2時頃 かなり酔っっって帰ってきた次の日は日曜だったので3人ともうちにいた昼過ぎ藤浪は何を思ったか庭で鳥小屋の手入れをしている新三郎のそばにやってきて言うのだった「新ちゃん今日はお前の友達が誰か遊びに来やしないかい」いやどうして いや、何でもないんだがそれから藤郎はまた座敷の方に引き返してきた3時頃だった庄次郎はひとで正体もなく毛布にくるまりながら寝込んでいた座敷に引き返してきた藤郎は寝込んでいる庄次郎のそばに近づくとそっと寝息をうかがうのだった その不二朗は片手に彫刻用のなたを引っさげていた祥次郎は昨夜眠らなかったためか穏やかな寝息を立てて熟睡していたすり足で祥次郎の枕元に近づいた藤二朗は左右の足を開いて身構えたそして右手に下げていたナタを振り上げると全身の力を込めて 庄次郎の頭頂部めがけて打ち下ろした断末魔のうめき声を上げて羽を切ようとする庄次郎に藤郎は再び渾身の力を込めてナタを振るったその拍子にナタの頭は天井から吊り下がっている伝統の傘に当たった。 微塵に砕けた傘は破壊的な音を立てて死産した庭にいた新三郎はその異常な物音に驚いて部屋の中に駆け込んできた見ると部屋の中には仁王立ちの藤二が血の滴るなたを握って足元に口から泡を吐き顔一面血のしぶきを浴びて倒れている 正次郎の死骸をじっと見つめていた部屋の中に入ってきた新三郎を見ると藤郎は凄い目で新三郎を睨みつけておいて隣の部屋に新三郎を連れて行った《新ちゃん》多言しちゃいけないぞいいか決して誰にも言いふらすんじゃないぞもし多言したら お前もこの通りになるんだぞ。いいよ、喋りはしないよ。さあ、あいつをあの穴に埋めるんだ。お前も手伝ってくれ。じゃあ、あの穴は小兄さんを埋めるために掘ったんだね。そうだ。 計画的だね。それがどうしたというんだそう言って新三郎をにらんだ藤二郎の目のもの凄さ新三郎は人縮みに震え上がったのであるそれから新三郎に手伝わして浅縄で庄士郎の手を縛り庄次郎の被っていた毛布で死体を包むと また上からぐるぐる巻きに浅縄で祝えたそして一旦裏の軒下に死骸を隠しておいて夜になるのを待った夜になると再び軒下から死体を運び出してかねて用意しておいた玄関脇の穴の中に埋めその上に穴の縁に積んであった土を新三郎にも手伝わしてザクザク落とし込んだその夜 黒がしきりに気味悪く遠ぼえしていた新三郎の弱点を握る。藤郎たちのうちの一間を借りていた井上弥平が12月の初めにひょっこり訪ねてきたその時うちには藤郎一人がつくねんと机にもたれて考え込んでいた。 谷口さん、あんたしばらく見る間に馬鹿にやつれましたね。何か心配事でもあるんじゃないですか。井上の言葉に藤郎はハッとしたがさりげなく言った。少し腹具合が悪くてね。庄次郎さんや新次郎さんはどうしました。庄次郎はこの夏の初めごろどこへ行ったのか行方不明になったんですよ。 何でも満州あたりをうろついているって噂ですがね。気まぐれなあいつのことだから、また玉防いでもしながら渡り歩いているかもしれません。新三郎さんは留守ですかあいつは近頃自動車の運転に凝っていますよ。今朝も友達のうちの自動車を借りて出かけました。それじゃああなたも寂しいですね。 ああ、そうそう黒って犬がいましたねああ黒ですかあれは人にくれてやりましたよしかしそれは嘘だった黒は庄次郎を埋めたところを掘り返して仕方がないので野犬撲殺者に引き渡したのだった井上は間もなく帰っていったそれと入れ違いに新三郎が戻ってきた 新三郎はいつになく青い顔をしてしおれていた。兄さん、えらいことをしでかした。どうしたんだ警察に捕まったんだ。え警察に藤郎はせきこんだ。交通巡査に捕まったんだ。面上を見せろと言うからないと言うと、 無免許運転だと言って本所まで引っ張って行かれたんだそこでひどく油を絞られちゃった街の真ん中などを乗り回すからだ告発されたらどうなるだろうそれは懲役さそんなことがあるのあるともさしかし僕が行って頼んでみてやろう 藤浪は無免許運転に対する罰則ぐらい知っていたのだがこの際新三郎の弱点をつかんでおく方が自分に有利だと思ったのでちょっと新三郎を脅かしたのであった翌日藤浪は新三郎からその警察のところを聞いて行ってみた係の交通主任はよくものの分かった人で新三郎が未成年者で営業のためにやったことでもなく また学生であることなどを酌量して一度だけは許してやると寛大な処置を取ってくれたそしてその主任は最後にこういうのだったもしこれが本当に営業者であったら3年間営業停止をするところだ新三郎は藤浪の帰るのを首を長くして待っていた兄さんどうだった 藤郎が帰ってくると新三郎はすがりつくように尋ねた自動車の罰則は厳重だぞ3年間の懲役だえそりゃ兄さん本当本当だともしかし僕から署長に頼んで今回だけは許してもらったのだそれも 僕が十分お前を監督するという条件でねありがとうお兄さん恩に着るよそれ以来新三郎は藤二郎の言葉には嫌をなしに猛獣するようになったその月の半ば頃札幌の実家に薬局生を務めている広川操から谷口博士が5歳を迎えたことを知らせてきた そしてその言葉の中には「暗にそのことに反対しろ」というような意味を含めてあった。というのはこの広川という男は夫人の死亡後自分の妻と共に谷口家の家政を切り回して極めて自由な生活をしていたので今新しい夫人を迎えることは今までの権能を奪われることになるのでなるべくその結婚に反対したい腹いっぱいなのである。 藤郎もこの結婚には反対だった。そこで「父の結婚に反対す」と打電したしかし博士は藤二郎の反対など気にもかけずそれから間もなく結婚してしまった藤二郎と新三郎が12月末に帰国すると新しい母若林直子は一切の家政を司さっていた。 新しい母はその時38歳であったが年より十も若く見え父博士もひどくその女を愛しているようであった新しい母と若い息子たちの折り合いが悪いのを見てクリスチャンである父博士は悩んだ翔次郎は満州あたりに飛び出して消息も分からぬようになるし藤郎新三郎も東京に出てから悪ずれして性質もすさんだようであるしそれに 新しい母との仲も見学であることに新三郎はこの母に対してひどく反逆児だった言葉なども母に対する言葉ではなかった「おい君僕の袴を出してくれたまえ万事この調子である」しかしこれは陰で藤郎が自分と同じ意見である広川とはかって意図を操っていたのである。 その年年は暮れて翌年となった。昭和4年の1月末藤郎は一人で上京するようになったそして共同のうちへ帰ってくると相変わらず彫刻の研究に勤しんでいた実家の様子は折々広川から知らせてくるのだったがそれによると新三郎の母に対する反逆はますますひどくなってゆくらしかった そこで藤郎はこれを利用して新三郎を自分たちの世界から隔離しようという計画を思いついた俺の秘密を知っている者はあいつ一人だそこで藤郎はその年の4月共同の家をを畳んで再び実家へ戻ってきた計画を抱いて帰ってきた藤郎は 以前とは打って変わって善良な青年を装っていた父は藤二郎の善良になったのを喜ぶと同時に新三郎のますます凶暴になっていくのを悲しんだ真と新三郎の乱行は日に日に募っていくのだった酒を飲んで酔っ払うと誰か彼の見境なく父にも母にも乱暴するのだったそれを見て 一人ほくそえんだのは藤二郎であるお父さん新三郎を勘会員にでも入れちゃうどうですあれじゃ全く旗のものが困りますよある日藤二郎は父に言うのだったそうだなわしも困っとるのじゃがそれじゃあかわいそうではあるがそういうことにでもしようかそれから 新三郎には秘密に小笠原の寛解委員長と手紙の往復があって、いよいよその年の夏、新三郎は小笠原に行くことになった。新三郎は別に拒みもしなかった。藤郎は父の命令で新三郎を送って行くことになった。小笠原行きの船は東京の霊岸島を出版して、その晩大島付近に差し掛かった。 月のいい夜であった。デッキに出ていた藤二郎はふと素晴らしい考えが浮かんだデッキに出ていた藤二郎はふと素晴らしい考えが浮かんだそれは新三郎をこの船の上から海に突き落として殺すという考えだった新三郎の死骸が上がっても 精神病者の身投げ自殺としてごまかすのはわけのないことだった。それで藤郎は、新三郎に月がいいからデッキに出てみないかと誘った。僕は船酔いをしたらしいので気分が悪いから、このまま寝かしておいておくれよ。甲板に出て涼しい風に吹かれたらすぐ治るよ。しかし、 何気なく新三郎が藤二郎の顔を見た時新三郎は全身の血が凍るような恐怖を感じたなんと藤二郎の顔に再びあの庄二郎を殺した時のようなものすごい形相が現れているではないかついに新三郎は藤二郎の言葉に乗らなかった勘会員に入った新三郎は それが藤郎の計画的なたくらみであることに気づくと毎日院内を暴れ回って院長や保護司を手こずらしたとうとう院長も手に負えないで谷口博士のもとに新三郎を送り返してきた一度はやっと看轄院から帰ることができた新三郎も藤二郎の悪刑にかかって再び松沢病院に送られることになった 次郎は父に新三郎の悪質を並べ立てるのだったウサギの生き地を犬に飲ましたこと犬をけしかけてタケの鶏を取らしたこと自動車の運転をして警察に引っ張られたこと酒乱の上女給に暴行をしたことなどなどで父博士も目下は落ち着いているがいつ乱行が爆発するかもしれないと思って 藤郎の意見に賛成し松沢病院に入れることになったのであるそれまでに警察から新三郎の精神病者である証明書を隠してもらうと昭和5年の1月博士は東京市街亀戸町9-287亀戸農病院に新三郎を連れて行ったのであるそしてそこの病院長奈良林浅次郎氏に 新三郎の精神鑑定をしてもらったのだった奈良林委員長は新三郎を止めておいて鑑定したのだったがその結果精神病者としての特徴は見られなかったが確かに精神変質症であると認定したその翌日谷口博士は女の保護司を連れて亀戸病院に新三郎を迎えに来たそして奈良林委員長に「 いいよいよ許可がおりましたから松沢病院に入院させることにしましたと言って新三郎を自動車に乗せて連れていこうとしたそれを聞いていた新三郎は憤然として反抗したが奈良林院長に催眠剤を注射されてとうとう連れていかれた新三郎は「札幌を出る時は」 のの,の原に語る。変質性性病患者として昭和5年1月7日松沢病院の非監視室に入院した新三郎はその言うことも全ての動作もちっとも普通の人と変わったところがないので看護人たちは不思議に思っていた。 4月中旬のある日新三郎は看護人に向かってこんなことを言った「急に会いたいことがあるから」と言って大井町の殿原光男さんを呼んできてくれませんかこの殿原という人はちょっと前にも記しておいたように殿原の父と谷口博士は同期に卒業した医者同士でほとんど親類みたいに付き合っていた仲だったので息子の殿原光男も 一度大正十二年の夏彼が高等学校在学中に北海道へ旅行した時谷口家にしばらく滞在していたことなどもあって新三郎と親しい間柄だったのである新三郎が上京すると大井町の殿原家へもよく遊びに行っていた新三郎が殿原に「兄さん兄さん」と言って名付けば殿原も新三郎を弟のように可愛がっていた 殿原は帝大の法学部を卒業後家にいて好きな本を読んでのんきな日を送っていた新三郎よりは9つ年上の28だった新三郎が松沢病院に入院していることは殿原には初耳だったそしてそれが本当だと知ると驚きながらもやはりそうなったのかと思った半分は疑いながらも そそううありそうなことだとだ考える理由がああったのである新三郎の母梅代はかつて精神病者として東京市外大久保農病院に入院したことがあったまた梅代の ZIP 小秋元俊作も精神病で倒れたという事実があるのであるそれを知っていたので殿原は新三郎も遺伝のために発狂したのかなと思ったのである で、知らせを受けた殿原は、ともかく行ってみることにして、松沢病院に新三郎を訪ねた。殿原の顔を見た新三郎は、しばらくの間言葉もなく、目からほろほろ涙を流していた。どうしたんだい、新ちゃん。殿原は新三郎の変わった姿を見て言った。兄さん、僕はこのまま死にたくない。 僕がこんなところに押し込められたのはみんな藤浪兄さんのたくらみだ僕は狂ってなんかいないんだ殿原は新三郎の口から何か一大事が漏れそうな気がしたのでそばにいた保護士や看護人たちに座を外してもらったさあもう誰もいないしんちゃんと二人きりだ遠慮なく何でも言ってごらん それから新三郎は藤二郎の悪虐を最大漏らさず殿原に話して聞かせた老婆殺し翔次郎殺しそしてその秘密を知っている自分の口を閉ざすため強人にしてしまってこの松沢病院に監禁するようになった今までの一切合切。 ついに暴くある朝殿原法学氏は左のような新聞記事を見た「氷詰めの開始帯夕張駅に現る」「北海道夕張駅丸通運送店として東京駅両国から発送された柳氷が今日に至るまで受け取り人がないので店員が開いてみると中から」 ミイラとなった男の死体が現れた発送人も受け取り人も共に北海道夕張町朝日通り中村権次とあり「ゴム底旅在中」と書いた札が付いていた死体の致命傷は後頭部を強打されたためらしく頭蓋骨が砕けていた「氷の紐の結び目は素人の下物と思われる」 これを聞いた殿原は新三郎から聞いたことを思い出しててっきり共同の家に埋めてあった死体を藤郎が掘り返して北海道に送り返してきたものと思ったそう思うにはまた別に一つの理由があった藤郎の実母の実家は夕張付近にあったのでその辺の事情に詳しい藤郎はそこに死体を送って処分しようと考えているのではないだろうか で早速殿原は自分の家に出入りして親しくしている大井所の衛生係松野巡査にそのことを話したそこで松野巡査は河瀬司法主任に伝え司法主任は吉田署長に報告したそのことを聞いた吉田署長はこれは容易ならぬ事件だこれが事実であって犯人を検挙することができたら 大のの名誉だけでなく自分たちの主君にもなる。こう思ったので早速刑事を飛ばして共同のうちや松沢病院やその他必要なところを調査してみることになった調査していて殿原の言ったことに間違いのないことを確かめるといよいよ現に決心のほぞを固めて札幌署に藤浪を取り押さえの依頼を打電した。札幌署からは。 たたちに藤郎を取り押さえたという変電があったしかしその変伝は警視庁の江口捜査課長の手に入ったのであるそこでこれは余談めくが江口課長は吉田所長を呼んで「こうした重大事件は一応本庁の方に相談してもらわねばならぬ」と言って叱責したのに対し吉田所長はまた自分の信ずるところを主張して「 両氏大いに激論することになったが常岡警部などが仲裁に入ってやっと円満に収まったなどの戦いきさつがあった後事件は電光石火に進展して4月24日の夕刻警視庁の江口課長加藤警部常岡警部柳刑事吉田大井署長小坂世田谷署長などが 翔次郎の死体発掘のため共同のうちに出張することになったそこにはその時自動車運転手伊豆田正助が住んでいたがこの不意の物々しい襲来に一家の者ののは泡を食って驚いたのであった例の玄関脇の藪の入り口からは常岡警部の掘る桑に暴かれて への字に屈折した白骨となった膝が現れてきたのであったその日4月24日北海道の方では警視庁と大遺書の依頼を受けた札幌警察から藤浪郎をインチすべく札幌北一条の藤郎宅に刑事が出張した午後4時頃であった谷口家に出張した刑事は藤浪郎に向かって言うのだった あなたの展覧会の出品にいたずらをしようとしていたやつがあったので逮捕しておきましたちょっと参考人として本書まで来てくれませんかもし真正面から犯罪事件の嫌疑者として認知しようとしたら凶暴な彼であるどのようなことをしでかすかもしれないまた自殺するかもしれぬという懸念もあるそこで刑事はこういうふうに言って 藤二を本所に堂々しようとしたのである一体いたずらをしようとしたのは誰です僕は使いっ走りでわかりません藤二はその時東欧記念の個人彫刻展覧会を自宅の一室で開いていたのである彼は近日彫刻研究のため欧州へ出かけることになっていたからである旅行券もカフされるばかりになって 5月17日には横浜を出版する予定ままで決まっていた。この展覧会出品のうち朝倉塾の友人から盗んだ品が2点あるのであるいはそのことが知れたのではあるまいかとも思ったのだがしかし刑事の因縁な物腰を見るとそうでもなさそうなので藤郎は刑事と札幌署に行くことにした。藤郎はその時 爪襟の学生服の上へレインコートを羽織りソフトボをかぶって気軽に刑事と一緒に警察へ出頭したところが警察に入ると刑事の態度はガラリと変わったここへ入れ刑事は藤浪の顔を鋭く見つめながら一つの部屋を目顔で示したそこは司法主任の調べ室であった 鋭な藤二はそこで初めて何で警察に連行されたかということが稲妻のように頭に浮かんだその翌日東京に護送され警視庁の留置場に監禁されることになった旅の疲れや調べを受けた疲れでうとうとしていると隣室で何か話し声がしているのが聞こえてきた耳を澄ますと 板壁一枚隔てた隣の独房には弟の新三郎が入っているのに気がついた「しまったこいつだこいつがみんなしゃべったのだあの時船から突き落としておけばこんなことになるんじゃなかったのだがそう思うと新三郎に対する憎しみが火のように燃え上がってきた」 警官、そいつは狂人だ。そいつの言うことなど本気にしちゃダメだ。藤浪郎は怒鳴り続けていた。僕を狂人扱いにしたのは君じゃないか自分の罪を隠すために僕をこんなにしたのは君じゃないか隣室から押収するのは新三郎だった。嘘だ そいつの言うのはみんな嘘だ。そいつは狂人だ。藤郎は叫び続けていた。これは警察の策略であった。二人を暗に退出させて、二人を罠にかけようとしたのだったが、二人はそれにうまうまと引っかかった。まもなく新三郎は他の留置場に移された。 5月10日、藤郎は強盗殺人新三郎は死体遺棄新三郎は死体遺棄幇助として関係書類とともに検事局に送られることになった谷口博士はこの事実を知っていたのではないかという権疑で警視庁に召喚されたが庄次郎が満州あたりを放浪しているだろうことは藤二の言で信じていたと答え もし庄次郎に危害を加えるものがあったらそれは藤郎ではなく新三郎であろうと思っていたと答えたこの事件はまだ予震中でどう断罪されるかわからぬが変態性欲者の藤郎がその秘密の合いびきを知られまいために老婆を殺し手にハンカチを巻いて指紋の残らぬよう用心するあたりはいかにも近代的である。 次に老婆を殺した秘密を知る庄次郎を殺し庄次郎を殺した秘密を知る新三郎を海にホームランとして果たさずついに生ける屍として監禁線と測ったがこれもならずかえって身の破滅を作る元となったかくて裁きの庭に立つ藤二郎 人一倍生存欲と巧明心の旺盛な藤浪。今、鉄創理にあって、果たして、どんな考えを抱いていることだろう。